東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。さあ最後は大外枠の花畑キャット、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。先行争い何が行くでしょうか。ガルボ前に行きそうです。ガルボ競りかけていきました。内からはレーシングアポロン、ダイワファルコン、そのうちに続いています。緑の帽子カレンちゃん、その後ろダイワバーバリアン、そのうちに続いています。並んで2番半袖バンド、コスモセンサー、この馬もこのグループ。すぐ隣にノーブルカット、その外からノーブルアース、タタノアードマイヤ、後ろからになりました。その隣にアパパネ、その横にアニメイトバイオ、その外からグラフトセイザ、その隣にレーシンリターンズ。ここまでほぼ平均ペース。先頭差はほとんどない。2番手はカレンちゃん、先頭を捉えるか。タタノアードマイヤまだ後ろ、懸命に前を追っています。あと 200m、 レーシンアポロン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にダイワバーバリアン、ダイワバーバリアン、カタノアドマイヤ1着、2着にはどうやらダイワバーバリアン、カタノアドマイヤ。 G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭は片野瑞希、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったレッツゴー霧島、あと 200m、 先頭はレッツゴー霧島、残り 100m、 レッツゴー霧島、ここまでか。後方アラン、後方アラン、もう一伸び、後方アラン、後方アラン、1着、2着にはどうやら武見和地、後方アラン、見事一番人気に応えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はサークルモーニング、ジオコンティ先頭、2番手はゲラントフローリック、ゲラントフローリック追いすがります。ジオコンティ先頭だ、ジオコンティ、ジオコンティ、1着、2着にはどうやらゲラントフローリック、勝ったのはジオコンティ、見事な勝利です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はローレル・ゲレイロ、カタノオミヤ先頭、2番手はビビーガルダン、先頭を捉えるか。ローレル・ゲレイロまだ後ろ、懸命に前を追っています。カタノオミヤ先頭、カタノオミヤ先頭、2番手はビビーガルダン、カタノオミヤ1着、カタノオミヤ1着、2着にはどうやらエイシンフォワード。まずは前哨戦を制しました。カタノオミヤ、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に戴冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイル、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のブロードストリート、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ前に行くのはどの馬か。AM プリキュア前に行きそうです。続いていくのがハートオブクイーン、その外からカタノツリー、並んで16番、スピンクライン、ザレマ、そのうちに続いています。その外に片野林原、並んで11番、レジネッタ、ブロードストリート、この馬もこのグループ、トールポピー、そのうちに続いています。並んで10番、ヤマトマリオ、後ろからの競馬になりました。ウエナビスタ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その隣にマイネレーゼル、レッドディザイア、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。このあたりで先頭が変わりました。カタノツリー、 AM プリキュア、ほとんど差がありません。スピンフライ3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。カタノツリー先頭、差はほとんどない。2番手はカタノツリー、懸命に追いすがります。やはりブエナビスタ先頭だ。残り 200m、 一気に後続がやってきた。ブエナビスタ抜けた。このまま決まるのか。2番手は片野林原、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ブエナビスタ1着、2着は片野林原、これが最強女王だ。ブエナビスタ、
前はソーユーシンク、ボルディコバ先頭に襲いかかってきました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ソーユーシンク先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 ソーユーシンク先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ボルディコバ抜けた。2番手はソーユーシンク、ボルディコバ1着、ボルディコバ1着、2着にはどうやらグリーンバーディー、勝ったのはボルディコバ、見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはヘッドゴシック、ヘッドゴシック先頭、2番手はマックスアスター、懸命に追いすがります。残り 200m、 ヘッドゴシック先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気に肩の中国、肩の中国、もう一伸び、肩の中国、肩の中国、1着、2着にはどうやらヘッドゴシック、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。型の中国、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はグロリアデカンピオン、グロリアデカンピオン先頭、2番手はフレンチアップル、懸命に追いすがります。残り 200m、 グロリアデカンピオン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ダーレミ迫る、内から一気にダーレミ、グロリアデカンピオン、グロリアデカンピオン1着、2着にはどうやらダーレミ、勝ったのはグロリアデカンピオン、見事な勝利です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立ったスポワールシチ、残り 200m、 先頭はスポワールシチ、残り 100m、 スポワールシチ先頭、スマートファルコン、スマートファルコン、スマートファルコン1着、2着にはどうやらスポワールシチ、1番人気に応えました。スマートファルコン見事です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はオーケムサクラ、スピンスパーク先頭、2番手はアパパネ、追いすがる、
ここで先頭に立った。パパパネあと 200m、 先頭はパパパネ。一気に捉えるか。アプリコットフィズ、ノーブルサーベル追いすがります。パパパネ先頭だ。パパパネパパパネ一着、2着にはどうやらノーブルサーベル。鞍上してやったり、 G1 の大舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。勝ったのはパパパネ。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはジャズデプリー。綺麗なスタートを切りました。肩の馬もちゃん前に行きそうです。ジャズデプリー、それに続いています。さらにはパーフクラフティ12番トレジャーパーフェクト、その後ろ。先頭に戻りましょう。先頭は肩の馬もちゃん、短期の逃げに持ち込みたいところ。緑の帽子ジャズデプリー、その後ろ。すぐ隣にパーフクラフティ、その外からジェラニモ。オレンジの帽子トレジャーパーフェクト、その後ろ。その隣にセカンドモード、その横にシェルディガー。シンフォニーメロディー、そのうちに続いています。これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。ここでジェラニモ先頭に変わりました。2番手は肩の馬もちゃん、これは絶好の手応え。ジャズデプリー3番手、肩の馬もちゃんいい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はジェラミモ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってカタノマムチャップ、残り 200m。 カタノマムチャップ伸びてきた。カタノマムチャップ先頭、2番手はバンスクラフティ。カタノマムチャップゴーリン。カタノマムチャップ1着、2着にはどうやらスマイルフィールド。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カタノマムチャップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
府中の直線526メートル、ここからが勝負。ここで先頭に立った。片野東明先頭、2番手はゲシュタルト。追いすがる、あと200メートル、片野東明先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ペルーサ食らいつく、片野東明1着、2着にはどうやらビクトワールピサ。鞍上お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのは片野東明。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったエトワールベリー。後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はカタロラクサイグチ。追いすがります。残り 200m、 先頭はカタロラクサイグチ。残り 100m、 カタロラクサイグチ先頭、マチカネレインボー追いすがります。カタロラクサイグチ1着、2着にはどうやらキングトップガン。勝ったのはカタロラクサイグチ。ネバブション敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。
Thank you.
こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、ブランドアラン前に行きそうです。メイクシーズン、それに続いています。さらにはエンドマウス、13番ダイヤムール、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはブランドアラン、エンドマウス、そのうちに続いています。その外にアーバンツイスト、タタノアードマイヤ、好位をキープ。その外にセプテンバースマイル、ナックルマリ、すぐ後ろ。その隣にブリーディースマイル、マウンテンサンライズ、すぐ後ろ。白の帽子、クラウドブルーム、その後ろ。その隣にアイアムウール、その外にスピニングクラウン、しんがりからペルシアンアセット。では前の方から見てみましょう。ブランドアラン先手を取りました。フリーウェル、それに続いています。並んで7番メイクシーズン、ナックルマリ、この馬もこのグループ。エンドマウス、そのうちに続いています。並んで6番セプテンバースマイル。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はブランドアラン、2番手はフリーウェル、メイクシーズン、3番手カタノアードマイヤ、 B1 です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はブランドアラン、フリーウェル続いています。並んでセプテンバースマイル。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってセプテンバースマイル、セプテンバースマイル先頭。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。セプテンバースマイル先頭、1馬身から2馬身のリード。残り 200m、 セプテンバースマイル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。カタノアードマイヤ抜けた。カタノアードマイヤもう一伸び。カタノアードマイヤ、カタノアードマイヤ1着、2着にはどうやらヘッドマウス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カタノアードマイヤ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はランスポート、ランスポート先頭。2番手はランスポート、ランスポート。さあ手応えはどうか。あと 200m、 先頭はオートリブルーム、タイフサンセット。必死に追いすがります。タイフサンセット追いすがります。内から一気に七夕クレスタ、オートリブルーム、オートリブルーム1着、2着にはどうやらオートリテンザン。見事に勝ちました。オートリブルーム、ランスポート完敗です。着外に沈みました。さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのはマイネルドラゴン。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は競泳レーサー、先頭を捉えるか。あと 200m、 マイネルドラゴン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。競泳レーサー抜けた。競泳レーサーもう一伸び。先頭は競泳レーサー1着でゴール。競泳レーサー1着、2着にはどうやらマイネルドラゴン。1番人気に応えました。競泳レーサー見事です。さあいよいよ直線の攻防。ここで先頭変わりました。先頭は宇治山トランプ。残り 200m、 一気に後続がやってきた。宇治山トランプ先頭です。このまま押し切るか。カタノスターレット迫る。宇治山トランプ、宇治山トランプ1着、2着にはどうやらカタノスターレット。1番人気に応えました。宇治山トランプ見事です。Thank you.
東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠のシンボリグランゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。イフスペトル好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。大隅大道前に行きそうです。これに続くのがキャプテントゥーレ、赤の帽子ヘイリスト、その後ろ、その外にレッツゴー霧島、並んで5番イフスペトル、その外にザレマ、黒の帽子片の神谷、いい位置につけました。内からはスーパーホーネット、キングストレイル、その内に続いています。その後ろからはスケールプログレス、これに続いてマリダット、黄色の帽子マルカフェニックス、その後ろすぐ隣にマルカシェンク、これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。前は大隅大道、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。スーパーホーネット、大隅大道2番手に控えました。さあ、いよいよ直線の攻防。先頭はレッツゴー霧島、昭和モダン先頭、2番手は昭和モダン懸命に追いすがります。レッツゴー霧島頑張る。ここで先頭変わりました。先頭は片の神谷、片の神谷先頭、片の神谷先頭、2番手はザレマ、片の神谷1着、片の神谷完勝、片の神谷1着、2着はザレマ、片の神谷見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇、アジアマイル王の座につきました。また1頭名馬の誕生です。
前に戻りましょう。先手を取ったのはラストシリウス、ダンシングサウンド、そのうちに続いています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わって片野林原、片野林原先頭、残り 200m、 片野林原先頭だ。グリーンバーディー、追いすがります。片野林原もう一伸び、片野林原ゴールイン、片野林原1着、2着にはどうやらグリーンバーディー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました片野林バラ。まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったグロリアデカンピオン、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はアップインディー、追いすがります。あと 200m、 グロリアデカンピオン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。キャプテンデライト、片野瑞希伸びない。キャプテンデライト、わずかに。キャプテンデライト、体勢有利。
これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。旗の順次、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ワイエットヒル前に行きそうです。旗の順次それに続いています。さらにはマーベラスクレッセ12番オートアラウンド、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはワイエットヒル15番旗の順次、2番手を追走しています。マーベラスクレッセそのうちに続いています。その隣にストーンラッド、その横にナイトオブパッシズオートアラウンド、この馬もこのグループ。クイーンバトルすぐ後ろ、並んで14番チャペルハピネス、キャピタルワースすぐ後ろ、その外にブランドデライト、これに続いてビューティサスピション、内からはジェットウルフ、さらにはサラトガマウンテン、しんがりからキャピタルキュート、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。5番ワイエットヒル依然として先頭、先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。ワイエットヒル先手を取りました。さらにはマーベラスクレッセ、その外にナイトオブパッシズ、好位置をキープしています。肩の順々、オレンジの帽子レッドテル、その後ろ、その隣にレッドカドー、内からはクイーンバトル、オレンジの帽子チャペルハピネス、その後ろ、その外にオートアラウンド、その外からブランドデライト、内からはキャピタルワース、その外からサラトガマウンテン、内からはキャピタルキュート、ピンクの帽子ビューティサスピション、その後ろ、しんがりからジェットウルフ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度。5番ワイエットヒル依然として先頭、マーベラスクレッセすぐ後ろ、その外にナイトオブパッシズ、もう一度先頭からワイエットヒル先手を取りました。さらにはマーベラスクレッセ、その外にナイトオブパッシズ、白の帽子ストーンラッド、その後ろ、肩の順次、好位をキープチャペルハピネス、そのうちに続いています。黄色の帽子レッドカドー、その後ろ、すぐ隣にレッドテル、内からはグイーンバトル、その外からオートアラウンド、内からはブランドデライト、キャピタルワース、そのうちに続いています。その外にサラトガマウンテン、先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはクワイエットヒル、さらにはマーベラスクレッセ、並んで9番ナイトオブパッシズレッドカドー、この馬もこのグループ。その外にオートアラウンドストーンラッド、そのうちに続いています。肩の順次いい位置です。チャペルハピネス、そのうちに続いています。並んで13番レッドテル、クイーンバトルすぐ後ろ、その隣にブランドデライト、その横にサラトガマウンテン、前はワイエットヒル、2番手はマーベラスクレッセレッドカドー、3番手肩の順次いい位置です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はマーベラスクレッセナイトオブパッシジ、先頭、2番手はマーベラスクレッセ、先頭を捉えるか。さあ先頭に立ったのはマーベラスクレッセ、あと 200m、 先頭はマーベラスクレッセ、残り 100m、 マーベラスクレッセ粘る、ナイトオブパッシジ迫る、一気にナイトオブパッシジ、マーベラスクレッセ、マーベラスクレッセ1着、2着にはどうやらナイトオブパッシジ、立ったのはマーベラスクレッセ、見事な勝利です。それでは先頭から、先手を取ったのは JJ ザジェットプレン、スタースパングルドバナー、それに続きます。
JJ ザジェットプレン先頭、差はほとんどない。2番手はスタースパングルドバナー、あと 200m、 JJ ザジェットプレン先頭だ。残り 100m、 スタースパングルドバナー先頭、ブラックキャビア、ブラックキャビア、ブラックキャビア1着、2着にはどうやらスタースパングルドバナー、勝ったのはブラックキャビア、見事な勝利です。今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあ、いよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ、最後は大外枠のネバブションゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さて、何が行くのでしょうか。レッツゴー霧島、前に行きそうです。みやびランベリー、それに続いています。さらには名村クレセント、12番中山フェスタ、その後ろ。では前の方から、先手を取ったのはみやびランベリー、黄色の帽子、レッツゴー霧島、その後ろ。その外からキャプテントゥーレ、好位置をキープしています。片野青ちゃん、オレンジの帽子、武見和地、その後ろ。1番人気の片野青ちゃん、現在先端に取り付いています。ウエナビスタ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方からレッツゴー霧島、先手を取りました。これに続いて武見和地、みやびランベリー、そのうちに続いています。すぐ後ろにキャプテントゥーレ、その隣にジャガーメイル。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ、先頭はまだ10番レッツゴー霧島、ここで先頭が入れ替わりました。片野青ちゃん、レッツゴー霧島、2番手に控えましたブラックシェル、3番手。さあ、片野青ちゃん、このまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ、先頭は片野青ちゃん、その外からはブラックシェル、内からはレッツゴー霧島、その外からは東方アラン。4コーナーをカーブして、さあ、これからです。片野青ちゃん先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m、 片野青ちゃん先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はウエナビスタ、片野青ちゃん1着、片野青ちゃん完勝、片野青ちゃん1着、2着はブエナビスタ。これが世界の実力だ、片野青ちゃん。
Thank you.
Thank you.